t-34 中戦車に装備された状態の、回 -34 k -3476mm 戦車砲は、第二次世界大戦中のソ連で使用された戦車砲である。t-34 中戦車と、キロボルト -1 重戦車で使用された。k -34 をベースに、キロボルト -1 の砲塔に適合するよう改良を、加えたモデルとして、 ジスマイナス5が作られた。イマイナス34は、L-11 やイマイナス32といった 76.2mm 戦車砲の後継として開発された。設計は、ゴーリキーの第92工場に設置されたバシリーグラービン、ヒティール設計局によって行われた。イマイナス34は、従来の 76.2mm 砲と比べて、長方進化しており、 方向初速と走行貫通力が向上していた。独ソ戦回戦当初に配備されていた t 三十四千九百四十年型は依然として l 十一を搭載していたが間もなく武装を三十四に換装した九百四十一年型が登場した。一方で t 三十四が三十四を装備するようになった後も キロボルトマイナス -1 は旧式の回 -32 を装備し続け、一時的に中戦車より重戦車の方が弱武装という事態になったが、1941年後半に導入されたキロボルトマイナス1 9 4 1年型で回 -34 に切り替えられた。この F-34 は間もなく、 キロボルトマイナス1専用に回収されたジスマイナス5、戦車砲にとって変わられた。海マイナス34とジスマイナス5は、戦車部隊の中核をなす T マイナス34とキロボルトマイナス1両戦車の主武装として、対戦中期までの赤軍を支えたが、1942年末マイナス1943年にかけて、ナチスドイツが投入し始めたティーガー重戦車や、 パンター級戦車に対抗するには、対戦車能力が不足していた。新しい TE-34 の武装としては、長方進行所速の JIS-257mm 対戦車砲や、52K85mm 高射砲を改造した d e 5 t または JISS-5385mm 戦車砲が、比較され、結果として、方針の寿命や、 榴弾の威力に勝る校舎が選ばれた。キロボルト -110 戦車の後継となったイズ -110 戦車も D-5T を使用していたが、後継で主要生産型のイズ -2 では、より威力の高い D-25T122mm 戦車砲に交換された。回 -34 やジス -5 で使用された各種 76mm 鉄鋼弾。 1BR-350A2BR-350SP3BR-350P ありがとうございます。